はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、史上最強スキルだったデモンズレゾナンスに修正が入りましてね、新デモンズレゾナンスデッキ、こちらをね作ってきたんでご紹介していきたいというふうに思っております。このスキル今ね実はぶっ壊れてましてねどういう風にまず修正が入ったかっていうのを説明していくんですが、手札の、リゾネーターモンスター1体をデッキに戻して使用できるっていう風にスキルになりました。今まではリゾネーターモンスターを相手に見せつけて手札何でもいいから戻したら、デッキから、悪魔族のやつ持ってこれるみたいなスキルだったんですけど、これ手札のリゾネーターモンスターを1体デッキに戻すことによってデッキからモンスターですね、リゾネーターモンスターなんでリゾネーターカードじゃないです、リゾネーターモンスターを戻すことによってデッキからレベル4以下のモンスターを手札に加えると、でレベル4以下っていう超緩い縛りがついたんですよ。だからレベル4以下であれば何でも手札に加えられるってことです。はい。で、ただし、自分はこのスキルで手札に加えたカードおよびその同盟カードの効果をそのターンは発動できないという感じですね。でこのスキルは、以下の条件を満たしたデッキにを設定してデュエルを開始したら適用されるということで、デッキにリゾネーターカードが8枚以上存在していて、ドラゴン族と悪魔族以外のモンスターは存在しない。つまり、実質このレベル4以下のモンスターっていうのはドラゴン族かもしくは悪魔族じゃないといけないっていう、そういう感じですね。でも言い換えるならばドラゴン族または悪魔族のレベル4以下のモンスターであれば何でもサーチができるっていうことです。言い換えるとね。でエクストラデッキにレッドデーモンドラゴンとスカーレットノバドラゴンが、入れられていけないっていうのと、今要はジャックで使えと、ジャック魂のデッキで使えとですね。でさらにドラゴン族、闇属性または悪魔族のシンクロモンスター以外のモンスターが存在しないってなってるんですよ。これね実はね今ね、今これ実はオープニング撮ってるの10月の18日なんですけども、現在10月の18日現在このスキル、ぶっ壊れてまして、このエクストラデッキになんかドラゴン族、闇属性または悪魔族、シンクロモンスター以外のモンスターが存在しないっていうスキルが無視しても使えます。はい、さすがコナミさん。いやーやっぱ太っ腹だね、太っ腹だわ。プログラミングに大いなるミスが発生しまして、ドラゴン族、光属性とかも入ります。普通にはい、ドラゴン族、光属性とかを入れてもこのスキル発動できます。神ゲーですね。どうやら理解したの。そうだ、これがデュエルリンクスだ、これがデュエルリンクスというゲーム。書いてることとスキルの内容が違うんですよ。これ素晴らしいですね。やっぱりさすが太っ腹だね。でこれで組んできたデッキ、一応ねこんな感じになってます。はい、何をやっていくかっていうとですね、これがサーチできるんですよこのスキルちなみになんですけどこのスキル今の現状のなんだ、状態だと精霊流、じゃあスピリットドラゴンか、スピリットドラゴンとかいいじゃないですか、こういうモンスター、これとか、これ光属性ドラゴンなんですけど、これもこれ入れてもスキル発動できます。本来はできないはずなんですが、なんか知んないけどできます。はい、バグってます。素晴らしいですね。で今日はちょっと一回そのバグは置いといて真面目に組んできました一応ね。でこのデッキの何が強いかっていうと、太古の白石をサーチできることなんですよ。レベル4以下のモンスターでドラゴン族か悪魔族だったら何でもサーチできるんで、太古の白石をサーチしてきてリゾネーターを戻してね、で天罰とか因果切断とかサンダーブレイクとかをセットするっていう、で相手のターンになって相手のターンでもう持ってきたモンスターの効果使えるようになってるんで、これで因果切断のコストとして太鼓とか捨てて相手のモンスターを除去しながら自分はブルーアイズとか白キレリを出すっていう、そういうねデッキのギミックになってます。使っていましたけど、そこまでなんかぶっ壊れてるほど強くはなかった。なんでかっていうとバック除去が強すぎて、なんかサイクロンとかカリバとかめっちゃ強いんで、なんかそのこれが割られるんですよ、天罰とかインガー説とかサンダーブレイクとか。だからなんかそこまでだったんだけど、使ってみた感じは、ただやってることはおもろい、めちゃくちゃそういう、デッキになってます。はい、ちょっとこのシンクロモンスターがね、だから今こういう感じになってるけど、ぶっちゃけ精霊竜とか今入れても回るんで、なんか知んないけどなんかチートコインみたいな感じになってるけど、一応入るんだったら精霊竜とか銀竜とか入れといたら強い。本当は無理なんだよ、本当は無理なんだけどさ、このなんかスキルバグってっからさ、今だから入るんだよこれ、なんかやばいこと起きてるよね。で一応、持ってこれるモンスターの候補として強いなと思ったのはこの霊廟の守護者ですね。これドラゴン族が破壊されると、手札か墓地から特殊召喚できるよっていう、でさらに通常モンスターを回収できるよっていうことなんで、霊竜を思い切り使い回したりとか、あと普通にこのオットワイズアドバンスドラゴンを出すときになんか2大リリースにできたりとかっていう感じがあるんで、割と強いと。でオットワイズは意外とこれブルーアイズが簡単に出るんで、このデッキだからブルーアイズをリリースしてオットワイズっていうことができるから、
強いっていうのと、あとシンプルに使い終わったレッドライジングとかダークエンドとかをリリースして出すこともできるんで、一応ピン出ししてます。はい、そんな感じです。早速ね、キングの魂をね、ジャック・アトラスの魂を見せていきましょう。デュエルスタンバイ。ハーピーの狩りは、相性悪いけど、まあでも相性悪い、相性は悪い、相性はめっちゃ悪い。スキル発動、まあ一回これは横3体並べるようか。でもね、横3体並べといたら、まあしかも6100スタートなんで、ライフそんな簡単にはね、ハーピーデッキから処されることないと思うんですよ。なんで一旦こうして、でワイルドワインド特集、これは一回普通にリゾネーターしましょう。普通にリゾネーターしてでシンクロ召喚しましょう。レッドライジングドラゴン、そしてレッドライジングドラゴンのモンスター効果発動、クリムゾンリゾネーターを特殊召喚していく。そしてクリムゾンリゾネーターのモンスター効果発動、デッキからリゾネーターモンスター1体を特殊召喚できる。これによってレッドリゾネーターを特殊召喚、レッドリゾネーターのモンスター効果発動、レッドリゾネーターは2100のライフポイントを回復することができる。で、狩り場で割られるかもしれないんで、これ天罰せずにターン終了するしかない。もう狩り場うざすぎる、マジでマジでうざい。いや、サイクロン引いてサイクロン打たれるのはいいんだよ。でもさ、もともと発動されてる狩り場でさ割ってくるの絶対おかしいって、カードアドバンテージ的に。狩り場はい、オッケー、まあ、それはもうしょうがない、オッケー。で、チャネラー効果で、チャネラー効果でモンスター出してくる。いや、これ多分ね、ワンキルされないと思うんだよ、さすがに。3体横並べといて6100のライフを一瞬で削り取れる能力はそんなにねないと思うんだよね、ハーピーって。で、まあ新規召喚して1枚バウンスは別にもう最悪、モンスター 全処理まではもう確定してるから、もう基本的にハーピー SC OK、 このカードでさらに強化するわ、OK、満喫 OK、 OK、 強いじゃねえか、強いじゃねえか、いいだろ、許してやろう、そんぐらいは OK、 いいだろ。で、ぶん殴ってくるのもいいぞ、別に。羽休めか、羽休めなしか、羽休めなしか、なるほど、羽休めなし。スワローフェストあんの、ターンエンドか、なるほど、ターンエンド光るかどうか、光んないか、スワローフェストしないな。とりあえずワイルドワインド、あ、光ってんな、なんか光ってんな、なんだろうね、あれなんだろう、光ってんな。まあ、とりあえずですね、私はデモンズレゾナンスという最強のスキルを使って太古の白石を持ってくるしかない。ぶっ壊れサーチ、ぶっ壊れカードサーチセット。これ何デッキだよマジで。これな、これ何デッキだよマジで、これ何デッキだよ。1枚セットしてもよかったかもしれないですね、だからどうせ戻されるから。まあいいや、さあノーガードエンドだぞ、ビビれビビれ、カリバーカリバーお前ちゃん。まあなんか出してきてみんなとクリプだしたらやることないでしょ。パフューマーね、もうこれ止めよう。天罰発動、天罰の効果、太古の白石を墓地の国、お前のモンスターの効果を無効に社会させてもらう。バーン、よし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 、セットね、はい、いいよ。でバトルフェーズですか、バトルよ、オッケー、バトルオッケー、モンスターでそれもオッケー、まあそれも受けましょう普通に、はい、で1600ダメージ食らう。でサンダーブレイク発動、サンダーブレイクの効果で太古の白石を墓地の国、お前のハーピレディを破壊させてもらうぜ。 SC ちゃんを対象に取り、そのモンスターを破壊させてもらう。さあどうする SC、 戻るか、なるほど、 SC の効果で自身を対象に取り、自身をバウンスするという効果、いいだろう。多分ね、4500ここから削られることないから、あ、ネストね、はいはい、ネスト効果、ハーピーレディを墓地送って、同じ種族属性のモンスターを特殊召喚できる、超人モンスターを特殊召喚できる。パフューマー、パフューマーダイレクト OK、 で太古の白石効果発動。さあ太古の白石の効果によって史上最強モンスター白きレイリーを特殊召喚するぜ。そして白きレイリーの効果を発動、今伏せたそのカードは除外させてもらうぜ。さらに太古の白石の効果を発動、太古の白石の効果でブルーライツホワイトドラゴン。何デッキだよこれ、何デッキだよ、バトル。何デッキやねんこのデッキ。
お前の魂なんだよ。俺は世界のキングを目指す。さあ、お相手の方、石津イシュタール選手、よろしくお願いします。俺のターン。石津イシュタール選手の戦い方、隠れ巨乳率は非常に高いと言われていますよ。はい、これちなみに、ちなみになんですけど、マジでこれ何デッキかって言われたらマジで太古の主題デッキですこれ。本当にレッドリゾネーターリゾネーターデッキとか言い張ってますけど、一応スキルではマジで太古の主題デッキです、はい、なるほど、めちゃくちゃセットするやん。とりあえずサンダーブレイクで、まあ後ろかな、ここはで太古切って後ろ破壊しよう。こっちなんや、後ろ破壊してアマゾネスか、なるほど、アマゾネスか、で募集アマゾネスかなんかですね。太古の白石の効果を発動、白き霊竜をデッキから特殊召喚していくぜ。そして白き霊竜の効果を発動、さらにお前のセットカードは除外させてもらうぜ。うれよし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 、アマゾネスの吸収めっちゃ除外しちゃった。クリムゾンリゾネーターいらねえ、クリムゾンリゾネーターいらねえ。一応ショルカー、あのモンスター一応ショルカー、あれなんだろうな、あの伏せカード、ちょっと伏せカードショルないんで、オットワイズアドバンスドラゴンを白きレイリをリリースして召喚、オットワイズアドバンスドラゴンの効果発動、アドバンス召喚に成功した場合相手のモンスター1体を選んで破壊する、よし。そして一応回収しときますか、ホワイトオブエンシェントの効果発動で太古の白石を回収。光ってんな、アマゾネス、あ蘇生やつか、蘇生厚くせえな、なんか蘇生厚くせえ。まあでもとりあえず俺は太古の白石を持ってくればいいだけなんで、太古の白石持ってきまーすマジでこれ何デッキだよ、いけオットアイズアドバンスドラゴンでダイレクトアタック、お見せしましょう。なるほど、アマゾネスの意地、はい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 、なるほどね。で特殊召喚していく、で特殊召喚効果発動で、アマゾネスカードをサーチ、いいよ全然いいよ。で吸収、なるほどね、それ3枚目の吸収ね。でモンスター攻撃を続けていく、ぶん殴っていく。でオットワイズアドバンスドラゴンの効果ってなんだっけ、墓地蘇生いねえくない、あこれテルだからもいけんのこれ、あテルだからもいけんのこれ、へえテルだからモンスター召喚、じゃあ解説しなかったな、まあいいや、あでもまあ言うて相手のモンスターになったんですよ。モンスター効果でオットワイズアドバンスドラゴンの効果、白きレイリーを特殊召喚するぜ。残念だったな、ここでまた特殊召喚に成功したら1枚除外できたのにな。ダメすればいけんのかな、このレイリーの効果って、わかんねえけど。さあ石津ちゃんよ、大丈夫か、息してるか、何やるじゃないか。でカードを1枚セット、もうサーチするカードはないか、もう相手サーチするカードはないようだぜ。ホーリーライフバリアの効果によって太古の白石を墓地に送って太古の白石の効果を発動するぜ。さあまだそのかちょマジでこれ何デッキだよ本当に。俺は世界のキングを目指す。さあお相手の方、キングとして世界へ、覇王10代さんですね、よろしくお願いします。デュエルさん、惜しみなくいくぞ、惜しみなくいく、俺のターン、俺のターン、これどうしよう、まあ、一応リゾネーターした方がいいかな。まあ、言うてこれはリゾネーターか、毒球あるしな、あの蘇生もあるしね、まあ、レッドリゾネーター召喚ですかね。レッドリゾネーター召喚効果発動、レッドリゾネーター効果、フーダイオーワイルドワインドを特殊召喚、そしてレベル4のモンスターにレベル2チューニングしていくしかない。やっぱりクリムゾンリゾネーターがね1枚カード増えるんでね、あの結局クリムゾンリゾネーターが一番まあ強いんですけど、まあ、クリムゾン引けてない時はもうしょうがないですよ。クリムゾンの効果発動できないしね、サーチしちゃうと。レッドリゾネーターの効果2100回復、まあこれはね、まあそこそこに弱いムーブでしょうね、まあしょうがない、これでエンド。さあどうする覇王くん、一体何デッキですか覇王さん。サンダードラゴンですか、20枚、ちょっと少ないですね、20枚以外に絞ってんのかな。でもなんかその絞ってレビオニア引きに行くっていうのは結構にかまってるんだよね。あのサンダードラゴンって結局一番強いのレビオニアなんで、デッキの中のギミックが、だからレビオニアを引ける確率を上げるっていうのはかなりにかまっていて、ダークビジョン、なるほど、ダークビジョン普通にイーグルヒーローと、イーグルヒーロー、はい、効果足しならないね、はいはい了解です。あいでよ、いやこれマジで無理、マジでこれマジで無理、これ本当に無理、これマジでキモいと思うわ、このモンスター。
ちょバルキリオンとさ、なんか、ま、何絶対復讐魔人とかで出てくるバリあのこのダークガイ、これ絶対おかしいと思うんだけど、これ無理だもん、これ勝てねえよ、これ勝てねえよ、こんなん勝てねえよ、誰もふざけんなよ、いじめなんだけど、絶対おかしいこのデッキ。